どうも皆さんこんにちは、チャックバスです。本日はですね、 ANA の国内特典航空券のちょっとね解約がありましたので、こちらの解説ですねやっていきたいというふうに思います。またですね、残念ながらプレーンポイント2倍キャンペーンですね、こちら対象者限定で今ね行われてたわけなんですけども、こちらね中止が発表されましたね。2021年1月12日付ですね、 ANA からねメールが来て、昨今のね感染状況に応じてですね、対象者限定のプレーンポイント2倍ねキャンペーン中止ということでメールが来ました。まあこちらに関してはですね、キャンペーンのね注意事項にもね記載がありましたということで、まあ個人的にはですね、前の動画でもね話しておりましたけども、まあ中止になるかもしれないなっていうふうに思っておりましたので、まあちょっとね残念ではあるわけなんですけども、今回ね中止になったっていう感じですね。またね2020年3月にですね、プレーンポイント2倍キャンペーンっていうのは行われてたわけなんですけども、2020年の時にですね、その後緊急事態宣言が出たわけなんですけども、このプレーンポイント2倍キャンペーンね中止にしなかったんですよね、 ANA 側が。まあこれで結構ね叩かれたっていうところもね、それもありまして、今回ね早々にね中止を発表したっていう感じですかね。まあ今回のねキャンペーンに関しては対象者がね限定になっていたということで、またね対象者もですね2020年にですねデータ獲得された方にはね来ている人が少なかったっていうこともありまして、まあ、不満をね持たれた方もねかなり多かったかなというふうに思っているわけなんですけども、こんな感じでねキャンペーンは終了っていった感じになったわけなんですよね。2021年に関してはまだね始まったばっかりっていった形になりますんで、緊急事態宣言等々がですね落ち着いたらですね、まあ一つねお願いしたいのは、本当にね平等なキャンペーンをねしていただきたいなというふうに思っております。プレーンポイント2倍キャンペーンの中止の話はですねこのぐらいにしてですね、 ANA のね国内特典航空券のですねちょっとした解約がね発表されました。2021年の10月の31日よりですね、国内特典航空券の発券時にですね、国内線旅客施設使用料、こちら通称 PFC っていうらしいんですけども、こちらの徴収がですね開始になるっていった形になります。2021年1月現在ですね、国内線に関してはですね特典航空券を発券した場合って本当にね0円で利用することができてたわけなんですけども、2021年の10月31日よりですね、対象の空港を利用する際はですね、こちらの PFC っていうね追加使用料をね払うっていった感じになります。それでは詳しい詳細なんですけども、開始時期は2021年の10月31日以降の搭乗分というふうになっておりまして、発券自体はですね2021年の8月の29日以降にね発券された航空券に対して支払いがね開始になるっていった形になります。対象の航空券は国内特典航空券、一緒にマイル割運賃のマイレージ利用客を含むというふうになっておりまして、またね国際線の特典航空券に含まれる国内区間に関してもこちらね徴収されるっていう風になっております。こちらに関しては ANA 便名のコードシェア便も対象といった形になっておりまして、支払い方法に関しては特典航空券の発券の際にですね、こちらの PFC の対象空港を発着する便に含む場合はですね、必要マイル数が減算される際にですねクレジットカードで支払いをするっていった形になっております。でですね、詳しい徴収料金についてはですねちょっとね後で解説させていただきたいなというふうに思うわけなんですけども、まずね2021年の8月28日までにね発券した航空券に関してはこの PFC っていうのね徴収はされません。また国際線の特典航空券に含まれる日本国内の区間をですね発券した後に2021年の8月29日以降にですね予約を変更した場合はこちらの PFC っていうのですね徴収されるっていった形になっております。2021年1月12日現在ですね、国際線に関しては、まあ、今後ねどの程度で乗れるようになるかっていうのは全然わからないわけなんですけども、こちらが開始になるのがですね2021年の10月31日以降っていうふうになっておりますので、まあ、かなりね先になるわけなんですけども、8月29日以降にね変更とかねされた場合はこちらね徴収されてしまうといった形になりますので、変更する際はですね特に注意していただきたいなというふうに思っております。
それでは次にこの PFC の対象空港と料金についてですね。この PFC はね、何に使われるのかっていう話なんですけども、こちらはですね、空港施設の出発到着ロビー等々のですね、施設整備に利用されるといった形になっております。でですね、この PFC がね、徴収される空港に関しては、新千歳、仙台、成田、羽田、中部、伊丹、関空、北九州、福岡、那覇空港といった形になっておりまして、今言ったね、空港を利用した際は支払う必要があるといった形になっております。逆を言うとですね、こちらの空港を利用しなければ、この PFC っていうのはですね、徴収されないっていった形になっております。でですね、価格についてはこんな感じになっておりまして、新千歳空港が大人270円といった形になっておりまして、仙台だったら230円という感じで、こちら空港によってね、値段が違うといった形になっておりまして、本当に安いところだとね、北九州空港だと100円っていう感じなんですけども、中部国際空港とかね、成田空港とかだと、400円超えてくるっていった形になりますので、もちろんこちらはね、税込みの価格になってるわけなんですけども、お子様料金もね、かかるっていった形になりますし、こちらね、発着っていう風になりますんで、往復すればですね、こちらの料金の倍がね、かかってくるっていった形になっております。いかがだったでしょうか。今回ですね、プレミアムポイント2倍キャンペーンの中止とですね、 ANA の国内特典航空券の PFC 開始ということで解説ねさせていただいたわけなんですけども、プレミアムポイントね2倍のキャンペーンはね、おそらくね、また2021年中にね、行われるのではないのかなというふうに思っておりますんで、今後ね、緊急事態宣言等々がね、落ち着いたらまたね、期待していきたいなというふうに思っております。またね、 PFC 開始についてはですね、今までね、無料で利用できてたものが有料にね、なってしまうのはね、ちょっと残念ではあるっていった形になるわけなんですけども、1回の料金はね、そんな大したね、金額ではないので、ほんとちょっとのね、解約といえば解約っていった形になるわけなんですけども、私はね、羽田空港がメイン空港になりますんで、国際線乗る際もですね、羽田か成田からね、行くっていった形になるわけなんで、そこまでね、影響ないわけなんですけども、やはりね、郊外の空港に住まわれている方で、いつもね、乗り継ぎで羽田成田とかね、来られている方はですね、こちら乗り継ぐたんびに、お金がかかるっていった形になりますんで、一人だったらね、そんなに気にならないね、金額なんですけども、これが 3,4 人のご家族の方とかでね、半年とか毎年とかね、旅行行かれている方であればですね、結構ね、ダメージ大きいかなというふうに思いますので、ちょっと残念ではありますかね。こちら開始なのね、2021年の10月31日からっていうふうになりますんで、ちょっとそれより前から予約変更するとね、かかってきてしまう部分はあるわけなんですけども、かなり先っていうふうになりますんで、ひとまずですね、こういう制度が開始されたっていうことはですね、覚えておいていただきたいなというふうに思っております。今回の動画はね、こんな感じで終わりたいというふうに思います。この動画が役に立った方は、いいね、チャンネル登録ぜひお願いいたします。私ブログ、ツイッターもやっておりますので、フォローチェックしてあげるととても嬉しいです。私のチャンネルですね、こういった ANA マイル、JAL マイル、お得情報、クレジットカード、マイルットボンボホテル、ヒルトンホテルのことについてね、発信させていただいておりますので、チャンネル登録してない方はですね、ぜひチャンネル登録してあげるととても嬉しいです。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。